前回の動画に引き続き、ベンレース予想屋の買い目通り、買ってみた。予想屋とは、協定上から許可を得て、独自の予想を販売している方々です。各協定場内に 4、5 名在籍しており、100円支払うことによって、展示、モーター、選手情報から算出した3から6通りの買い目が記載された紙をもらうことができます。万全第一です。スタートしました。3番、4番、6番。おっと、2艇、4番、6番あたり。これは非常に早いタイミングか。3号艇、北村ブロック1号艇。狭間には2号艇。残念ながら2艇、スタートアクシデントがあります。お知らせいたします。4号艇の生田はみね、6号艇の宮崎つぐみ。この2人がフライング。4と6に関する投票権はすべて返還されます。先頭1番の大滝安香、ゴールイン。2着で2番の野田彩香、3着3番の北村ねね、ラスト5番の小坂部、ゴールイン。最終日一般戦競争の談義です。スタートします。3号艇の清水咲がトップタイミング、うちの2艇を早くも抑え込みに行く。まくり切って清水咲乗っていくのは4番5番あたりか。4号艇に入り込んだが前詰まり、根っこ6号艇勝浦真帆バックへ入った。3号艇の清水咲の先制攻撃に番手らしい激戦状態は中田由紀か6号艇の勝浦真帆か。清水咲ゴールイン。2着6番の勝浦真帆、3着で5番の中田由紀です。1番山下、4番の尾足、2番の水野、ゴールイン。最終日の攻防一般戦競争の第3レース、スタートしました。様子を見ながらも1番2番4番あたりが出しが効いたが、1番まず1号艇コーナー先手の1号艇の前田咲、2号艇の手1番5、3号艇相手の付け回りも角度がつかず、4号艇は気をつく岩崎よしみバックへ入った。飲酒道圏1号艇の前田咲、4号艇の岩崎よしみが冷静タイトに分野切り込んだ。出口真子が先に指す展開だったんですが、現在粘って3番手前提スターター正常。3号艇の深川真奈美追撃3番手争いですが、出口真子が外から外へと冷静に勝旋回。1番4番2番レースは2周目の攻防へと向かいます。現在は固定新線固定1号艇の前田咲、4号艇の岩崎芳美が2番手、3号艇詰め寄ってくるが深川真奈美に対して2号艇出口真子外から外へと、おっと漏れ気味、3号艇マグマッターコーナー戦。3号艇の深川逆転があったか。先頭1番の前田咲ゴールイン。2着4番の岩崎芳美、3着3番の深川真奈美、2番の出口候補、5番の山川、6番の野田ゴールイン。一般戦競争第4レース、スタートしました。2号艇の加藤綾が覗く展開、6号艇も好ダッシュ。2号艇少しパンチが出たか、加藤綾覗いたが1号艇ブロックの中村萌花、刺してくる2号艇の加藤綾でありますが、その太り入った6号艇日高、外行った3号艇の西岡行く激戦状態。飲酒道圏中村桃花が先手を取って振り切ります。2番手らしい3号艇の西岡行くに対して6号艇の日高届いてくる。アウトアーク号艇の深尾智恵であります。やるしかねえ。大激戦は3号艇の西岡積んでかわそうとしましたが、グッとブレーキ効いた。日高いつこう捉えてくる。外アーク号艇の深尾智恵も肉薄でありますが、現在6番3番と日高いつこと西岡行くみ並んだ状態の2番手らしい激戦。4番手から5号艇内ラインに切り返していた5号艇の深尾でありますが、2番手ターン6号艇の日高逸子、3号艇ふわっとしているが、それでも3号艇の西岡郁美3番手はキープという体勢であります。1番6番3番です。5号艇の深尾智恵前の後席でふらふらっとケツが少々振っている。2号艇の加藤がやんのぞくような展開だったんですが、現在5番手ラスト4号艇の小坂部有沙が続いています。日高がっちりブロックという展開で2番手ここでリードを広げた。中村桃花は完全に独走で1番6番3番と西岡郁美が3番手。残り 600m の攻防にすでに移っております。最後のバックコースへ中村桃花から日高いつこ、3番手は3号艇の西岡郁美、1番6番3番定段縦に長い展開で2号艇加藤綾が4番手に浮上で、5号艇の深尾が5番手に交代、4号艇ラストには小坂部有沙が続いています。ラストコーナー旋回体制から最後の直線、中村日高に西岡です。先頭1番の中村桃花ゴールイン。
着6番の日高いつこ、3着3番の西岡いくみです。さらに加藤ジャンゴカオ、ラスト4番の小坂でゴールイン。スタートしました。3番4番2人好タイミング、フル出し3号艇出てくる展開。3号艇の大豆ユダパンチある1号艇ブロックの松本明恵、3号艇まくり出してきて、さあ後方真ん中を4番5番あたり絡んで6号艇根っこ切り込んだ香川元子。2番たる勢大激戦ムードは香川元子が一番鋭い角度で部員には入った。スターター前提正常です。1番6番が上位を形成であります。4号艇の川野芽衣、そして2号艇絡んだ生田美音、3号艇開いている大豆ユダでありますが、向こう正面からボートが次々に返されまして、3番で2号艇の生田美音の外に4号艇の川野芽衣がうまく回った。川野が覗いてくる、かぶせて抑え込んだ。1番6番4番が上位を形成、バック1号艇の松本明恵がクリアです。6号艇の香川元子放線回、3番手4号艇立てば十分使いながらかわす4号艇の川野芽衣、先頭1番の松本明恵五輪。2着で6番の香川元子、3着4番の川野芽衣、3番の大豆宇田、2番の生田はみねで、ラスト5番の野田彩香五輪。一般戦第6レース、スタートしました。3号艇トップタイミング、おっとこれは際どいタイミングか。1号艇まずはコーナー先手で平高、2号艇切り込む旋回、勝浦刺さったが残念ながらスタート事故があります。3号艇の渡辺由美選手、板木勇み足、3に関する投票権は全て返還されますが、勝浦真帆はすっきりと差し抜けました。1号艇の平高奈々追走、3番で4号艇の宮崎つぐみ、先頭2番の勝浦真帆ゴールイン。2着で1番の平高奈々、3着4番の宮崎つぐみ、5番の北村、6番の大橋ゴールイン。サイトは後半戦最終日の攻防、トップカードの一般戦第7レース、スタートしました。スロー3艇がしっかりいった。1番2番3番でありますが、まずはコーナー先手1号艇の倉持リリ、2号艇の山川、3号艇遠藤かがんな外前、バックへ入っていくが、1番3番があっという間に抜け出すが、32号艇コンパクトに回ったところには4号艇の中村かなえでありますが、3号艇の遠藤ボートの方が帰ってきている。若干2番4番あたりが手の方かかった状態か。前提スタートは正常でした。トップで丸1号艇の倉持リリ、2番4番食い込んで回して3号艇手前でグッグッと来る。3号艇遠藤も2号艇コーナー先に回った山川派の方が少し前へいるか。周回数2周目の攻防に向かいます。2号艇の山川派を現在は一定審判先行でありますが、遠藤がコーナー先に回りに行く。2号艇さっと回して切り込む旋回でありますが、バッケ次々に入って3号艇の遠藤に対して2号艇の山川派を切り込んでボート半分、今度は3号艇遠藤が前へいるか。後方は4番5番6番と中村西岡、ラスト6号艇の中田幸が続いています。向こう正面からボートが返された。山川かなり牽制ブロック。3号艇脇をついてくる遠藤も少し波をなぞっているか。1号艇独走体制は倉持リリ、2番手争いは山川派か3号艇の遠藤かというところも、2号艇の山川現在は2艇身先行であります。山川派後席の体でうまくボートを出していたんですが、3号艇の遠藤をやや牽制気味、外から外波のないところ分回った3号艇の遠藤恵美。ここで2号艇の山川に競り込んでくるも、2号艇の山川もなかなか負けずの好旋回放っているラストコーナー。さあこの2マーカーでは今日少し風があってドラマがありますが、2号艇の山川に対して3号艇の遠藤、外から外へと回したが山川もうまく回ったか。先頭1番の倉持リリ1着五輪、山川派をこらえました。3番の遠藤が3着、後方4番の中村、さらに5番の西岡、ラスト6番の中田幸ゴールイン。一般戦競争の第8レース、1秒
タートしました。1番3番と2人交代、ミング2号艇はジャスト気味に1号艇、ダンスが効いた森谷、コーナー到達には余裕がある3号艇、先に動いたが前妻に乗って、おっと2号艇振り込んだ、4号艇展開アンラッキー、5号艇真ん中バッター、5号艇の岩崎よしみバックに入っている。飲酒道圏で1マーク到達、かなりのダッシュの上から余裕ありありです。1号艇の森谷美穂、定段をシャープに割ったのが5号艇の岩崎よしみであります。1マーク少し展開アンラッキーなところから4号艇押し上がる寺田、3号艇の真ん中を6号艇放送かは有効割ってくる。それでも3号艇コーナー先手の加藤綾の方が幾分先行であります。3号艇の加藤綾が粘る粘る、6号艇放送かは有効追い上げてくる。その3二停進、距離がじわじわじわと詰まってくる、さあ十分に作る、その差の方が一停進半、さあ6号艇の細川ロックオン、手かけた潜り込む、今度はコーナー回りしろがない状態からも先に回った細川逆転、先頭1番の森谷美穂、1着で五輪、2着で5番の岩崎よしみです、3着6番の細川です、3番加藤、後方4番の寺田、ラストで2番の魚谷五輪。本番でもスタート展示通り1番2番3番4番6番5番です。トトマル選抜戦第9レース、タイミングを取ります。スタートしました。5号艇堀之内01あたりか張り込んだ、最後はやってやる気満々、堀之内一気爽快まくりきりました。最後までの諦めずのチャレンジ、最後はスタートもバチッと張り込んだ5号艇の堀之内清子、前提スタートは正常でありました。6号艇の河合萌がうまくまくられながら、まくられた選手一番最初に生き残ってくる展開でありますが、河合萌1号艇の高畑式3番艇上位は561の体型であります。最後は豪快に仕留めた5号艇の堀之内、2番手河合萌に対して1号艇追い上げる高畑式、最後の逆襲、おっとうまく回った、それでも河合流れながらも踏ん張ったか、先頭5番の堀之内五輪、2着6番踏ん張った6番の河合萌え、1番の高畑追いかけたが3番手、後方3号艇の桜本2号艇の平山、4番の大豆宇田五輪。特別選抜 B10 レース、スタートします。3号艇へこんだ、1番4番あたりが高ダッシュ、壁がない状態で1号艇まずはコーナーセンター連動、4号艇果敢に行く角まくり、お見舞いの平田が7乗って5号艇切り込むがエンド、グッとまくられながら残すかエンド、4号艇の平田か7が猛然と肩から襲いかかった、壁なしの陰線だったんですがエンドを回ってからの勢いつながり、4号艇よりもかなり前へ出ていった1号艇の遠藤、前提スターター正常、5号艇食い込んだ出口、回して切り込む4号艇の平田が7、平田が2番手はキープ、3番手は5号艇の出口マーコで1番4番5番の体型であります。特別選抜 B 戦の第10レースは1番4番2号艇チャージ、かなりの追い上げ、それでも出口踏ん張った、先頭1番の遠藤五輪、2着で4番の平田かなら、3着で5番の出口マーコ、2番の川の追い上げたが4番手、後方6番の山下に3番の大滝五輪。第11レース特別選抜 A です。スタートしました。センターからアウトの4艇が若干高タイミング、3号艇乗せてくる4号艇も高ダッシュ、イン1号艇受け止める1号艇の渡辺由美、3号艇がついて回る格好、2号艇がコンパクトに運んだ懐、4号艇の森谷美穂バックへ入ったが振り切る1号艇、逃走体制の1号艇の渡辺由美、3号艇の倉持リリが現在2番手優勢であります。3番手激戦から4号艇、センター突き上がった4号艇森谷、前を前を追っていく、スタート前提正常、倉持リリ呼吸しっかりする、4号艇をつけろ、潜り込む森谷好旋回、ここで3号艇の倉持リリを捉えてまいりましたか。3号艇の倉持が2番ターンとなって2号艇の松本明恵の後方、4号艇さして、おっとバタついた2号艇懐、4号艇切り直した、2号艇松本優勢、先頭1番の渡辺由美五輪、2着で3番の倉持リリ、3着で2番の松本明恵です、4番森谷、6番の中村桃香で5番の前田咲五輪。
つぼみが開かず咲く時を待ち、シリーズを終えた花あり、またここでパッと咲く花あり。水上の花は誰もが美しかった。卵を舞台に展開しました第7回レディースオールスターは、いよいよシリーズの頂点をめぐるファイナル優勝戦を迎えています。大好きな蒲郡でヒロインへの近道、さあ高額版をゲットの長島真希が一番人気に押されています。伸びとまくりでファンのハートを掴んできましたが、今日は何をやるか、高田ヒカルであります。ダントツの実績、勝負強さ、まだしかしこのタイトルありません。3号艇の田口節子、このモーターでファイナル乗りはお見事であります。ハンドル精密コントロール、そんな鎌倉でを今日は整備に挑んでの底上げがあったか。4ヶ月の怪我明けのシリーズ、元気な姿にファンの笑顔もほころんだ大山千尋。そして今年は勢い満点、地元唯一乗ってまいりましたが、さあ持ち味のスリットチャージから出てくるから6号艇の宇野弥生であります。定番通りの作戦待機、4角に下げた鎌倉涼、高額版から銀取りが長島真希です。右横風北西風速5メートル、レディースオールスター。さあ第7代のチャンプは誰だ。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました1号艇トップタイミング、2番3番4番あたり出し撃いた1マークでありますが、コーナー先手の1号艇の長島真希、伸びる2号艇ブロックされて、1号艇逃走態勢の1号艇の長島真希、3号艇切り込んだ3号艇の田口節子、3番テラス4号艇の鎌倉涼は一歩前でしょうか。1番3番前段には長島真希、田口節子であります。スターター選定正常です。トップで回る1号艇の長島脇、狙う3号艇田口節子、内を切り込んで入った、振り切った1号艇長島脇。3番手は混戦ついた4号艇の鎌倉涼で、1番3番4番上位形成。ただ2号艇伸びる2号艇高田光が猛追、後方6番5番と宇野と大山千尋が続いています。4号艇ブロックつけ回った2号艇高田光、残念ターンが流れたか。1番3番4番が上位を形成という優勝戦であります。見事な壁を築いた堂々と押し切り成功1号艇の長島真希、3号艇の田口節子、2番手3番手4号艇振り切るか鎌倉、まだまだ離さない2号艇の高田光、外から外を大胆に、おっと浮かんだ流れた。ここで鎌倉涼が完全にリードを広げました。長島、田口、鎌倉が上位を形成というファイナル優勝戦であります。先頭には1号艇の長島真希独走、ピットの空気もいいし調整も合う、今回いつものガマゴーリの体感よしよしよしと相思相愛、全国一大好きな水面で大暴れ、ボートを愛しボートを世に広めたい、その情熱のもと強いハートを持ってファンのハートもわしづかみ、今年人気者ナンバーワンガマ島真希こと長島真希がどうやらヒロイン。長島真希今最終コーナー立ち上がった、レディースオールスター第7代のチャンプは長島真希、優勝のゴールインおめでとう。2着3番の田口、3着4番の鎌倉涼、2番の高田光、後方6番の宇野、ラスト5番の大山千尋、ゴールイン。予想屋が切った選手を全レース勝ってみた。乞うご期待。